WEC 世界耐久選手権の LMGT3 クラスに参戦しているチーム WRT は、6月のルマン24時間レースに出場する BMWM4GT3 ペアの特別なワンオフカラーを発表した。31号車と46号車それぞれの BMWM4GT3 は、 シーズンの序盤3戦で使用されたカラーリングとは大きく異なるリバリーで第92回ルマン24時間レースに向かう。2台の BMW は引き続き異なるカラースキームを待とうが、デザインとしては類似したものとなった。このマシンカラーリングは、WRT のスポーティングディレクターであるピエール・デュドネがドライブし、1977年のルマンでクラス優勝を飾ったルイージ。 U4、BMW3.0CSL からインスピレーションを得ている。歴史的なつながりは、ダレン・レオン、ショーン・ゲラエル、アウグスト・ファーフスがシートをシェアする31号車で最も明確に見ることができる。これは同社がイモラで BMW の WEC 初優勝を飾った時の赤と白を基調とした外観を維持するためだ。一方、9度のワールドチャンピオンである二輪界のレジェンド・ バレンティーノ・ロッシがルマンでのデビュー戦でドライブすることになる46号車は配色を大胆に変更。カタールとイモラ、スパ・フランコルシャンでマシーンを飾ったブラックとホワイトのデザインは、ロッシが着用するヘルメットのデザインに見られるブルー、ホワイト、ネオンイエローに変更され、姉妹車と同じ UFO、ルックには一部にアレンジが加えられている。ロッシはブロンズドライバーのアハマド・アル・ハーティ。 同じく BMW ファクトリードライバーのマキシム・マルタンとこの車をシェアする。また、46号車はルマンの市街地で行われる公開車検後の行動パレードに参加する予定だ。